くお疲れ様。素晴らしいね。あの辺りで食ってんだ。あ、でかいこれ。これでかい。でかいよこれ。顔がちっちいからあんまでかいと思わなかった。綺麗なんですよ。よいしょ。これは今日一番でけえよ。あ、そんでも41しかねえのか。あ、暴れるなんで。そう、この太ってるのがいいですよね。全然進んがねえや。もうちょっとでかいと思ったんだけどな。
1時間は何もなかったですね。今日ね飛ぶんですよヘラが。これが3つ目釣り場では合わなくなっちゃいましたよ。あー、はい、待って待って、そしたら釣り出しやがってね。あの日はすごかったですよ本当に。ちょっと俺はね横で見てて感激しましたよ。そうもうね一人舞台でしたよ。俺だって石井さんが釣ってる3時間ぐらいの間一個も釣れないですからね。テラの当たりも出せないんですよ。そんなのに、だからほら下っ端、あのダボンダボンの波の中で下っ張り伸ばしてるから、あのすれは多いんですよ。だからもうとにかくあの魚かけっぱなし、もうねすごいな。あのすれなんか自慢にはなんねんだけどね、俺なんかすれも来ないですからね。一体何してんだこの親父と思ってね。うん、すれを3回ぐらいかけて、すればっかじゃんってバカにしてると、次は口にかかって上がってくるしね。でだんだん口にかかる確率がやっぱ上がってきやがってねそう、でそこら辺はやっぱね、もう底釣りのプロですからね。あらーと思って、でもいやこれ大したことないですよ。なんでもうるさくてね、お前全然釣れねえじゃねえかよって、教えてやろうかって言うから、うるせえ、いらねえって言ってね。今俺も考えてんで、当たりは小せえぞとかね、うるせえうるせえって言ってね。もうちょっとあの引っ掛け、すれないで釣るようにしろや。最後は魚いなくなっちゃいましたね。ほんで俺が釣り出したら俺の方に来ちゃったのかな。ただもう参りましたよ本当に。うんうん、いや前出したんだけど深くなんなかった。元取れねえな。いや俺石井さんにはちょっと感謝してるんですよ。俺石井さんと出会うまで底釣り下手っぴでしたからね。石井さんにだいぶ教えてもらった、教えてもらったら俺の方が上手になっちゃったけどだからもう教えねえっつってっから、別に教えてくれなくてもいいよ、もう教えてもらうこともなくなったわ。いい感じですよね。これでちょっと大きいのが混じってくれりゃいいことないんですけど。やっぱね、餌ちょっと硬い方がああいうしっかりしたあたり出るんですよね。だから殻はもうしょうがないと思って諦めて、こうやってやってる方が俺は最近はいいなとずっと思ってるんですよ。で、釣れないからって柔らかくしていくとどんどん悪くなっていくんですよね。本当に魚が寄って食わすときはもうケチョケチョに練り込みますけど、そういうので釣れたからって最初からそんな餌を売ってると魚寄らないから、ちょっとでけえな、お腹からなんか出ちゃってる、うん、なんかお腹から卵じゃねえな、これなんか中内臓が出ちゃってる、大丈夫かこいつ。これは41ぐらいあるだろう、よいしょね、よいしょもうね大変なんですよ本当に。これ傘がないともっと簡単、もう雨やんだから傘取っか。
ツが邪魔だからね、スッといけないんですよ。でさっきま足つってもうね参りましたからね、行ってと。もうだって俺あぐらかくのここだけですよ。ここだけです。あとは全部またぎですよ。うん、で釣れるでしょ。数は釣るのは得意なんですよ俺は。あのサイズを釣るのが下手なんですよ。同じぐらいじゃないですかね。思ってるんですよ。やっとね。俺はそういうとこ入っててもらった方が安心でいいんですけど、じゃないとほら突然あの呼び出しの電話来るから、だから出張なんか行ってるとね、帰ってこいってちょっと平均肩良くなってきてません？ねえ、ちょっとサイズ変わったな、さっきまでと。うん、ちっちゃかったですよね。いやさっきから42ぐらいの40以上のばっかりになった。そうそう、だ大きい群れが入ってきたみたいな。これ腹パンだね。これはさっきのと比べて全然重たい。いや長くないっすよと思うけどな。あるかな。あーでも顔でかいっすね。うん、顔でかいよ。いや、なんかでかい群れが入ってきてる。これはちょっと一生懸命だけどだから正直ね、結構もう満足しちゃってるんですよ今日も来たかやったと思って、ね、これは顔、厚みすごいや。それはね、お金持ちの発想です。貧乏には元取らなきゃって。よいしょ、444だ。そう、44あるとね、立派なもんすよ。あの、キョベラって言えますよ、人に。あのここのね、この厚みがすごいですよね。だ42とか43だとこの厚みがないんですよね。ちょっとね、初めてどうも。だからあの普通の釣りするんだったら上野さんでボート乗った方があの棚もあって楽しいんで。いやマジでもうなかったんで。ああなるほど。上野さんではねボート乗ってマッシュやっても全然ダメなんですよね。よくわからないその辺は。何度もトライしてるんだけど全然ダメだよ。
ぱりね、島野みたいにもうちょっときちっとした名前つけてもらわないとね、ちょっとね、年寄りにはね、わからないですよ、どれがどれだっけ。どういうね、気分、あれになってるのかもわかんないし。FX は僕持ってるんですよ。あれ、イーサオだったのにすぐやめちゃうしね。もうやめちゃったんだと思ってね。ねえ。あ、これはでかいな、思ってや。45ってなかなかねえな。まあ上等ですよ、本当。飯食ってる暇がないですね。本当はここはあの釣りは休憩しながらの釣りなんですけどね。まだ。そう、当たりなくなるからね。当たってるからやめらんないんですよね。うん、いや、もうなんかずーっと釣れ続いてますよ。両側どっちでもいいですから、やった方がいいですよ。ちょっとね、傘が邪魔。ちょっと傘前倒したら邪魔なんですよ。あ、いいっすよ、いいっすよ。ちょっと直さなきゃと思って、それもだから釣れてるからやってる暇なくて。重たいのは重たいけど、うん、まあ、あれですね、40そこそこかな。あれだと綺麗ですね。またさっきのやつと違って、また黒金ですね、うん、飴色のいいヘラですね。セッターパッチヒレなんですか。まあね、当たりですからね。やっ
かマシ食ってくれるもんで、やっぱり旺盛力があるんですね、食いつきやすい。うん、よいしょ。あ、いいヘラだな、いいヘラだ。いいよ、40だね、これで40なんだな。ガラパンはでかく見えますよ。
これでっけえな。45届いてると嬉しいんだけど、ちょっとねえかな。いてていてていていて、いて、いよっ。あ、魚、これはフナ、フナ、フナ、ライカカップ43だ。でかいの連発になってきた。いやー、表な、上がんねえや。これでっけえな。これすげえや。短いけどすげえや、これ。すげえ短足お腹出っ張りすぎてて短足。これは面白いな。これやめらんないな。これはもう飲み込まれちゃってな飲み込まれちゃって。すごいっすよこれ超ヘビー級っすよ。16号丸伸びですよ本当に。で、取れた。これ素晴らしいな。ほんで43しかないっすよ。これすごいや。これ
今日一番いいやこれ。ノーノーノーリリース。さっきから釣りそうです。